高山気候、高山気候、高山気候とは気候区分の一つである。切片の気候区分にはない区分であり、後にトレワーサラによる中性版で加えられた。アルプス気候とも呼ばれる。記号には H を用いる。アリソフの気候区分ではヒマラヤ山脈などが高山気候地域に位置づけられている。高山気候は、 森林植生の高度分布から判断される。山地帯も同様に森林分布から判断し、商用樹林帯を亜山地帯、落葉公葉樹林帯を山地帯、常緑針葉樹林帯を亜鉱山帯とし、それ以上を鉱山帯とするが、気候においてはおおむね高山帯の森林限界以上の高高度の気候を高山気候とし、それ以下を山岳気候として区別している。 通常、標高が100メートル高くなるごとに、気温は約摂氏0.6度下がる。この気温の低減率により、この高山気候に属する高地では、同緯度の低地よりも気温が低くなる。標高の上昇とともに、気圧も低下し、標高約5500メートルで、気圧は地上の半分にまで下がる。気圧が下がるほど水上気圧が下がって、 露天温度も下がるので、鉱山では、湿度が高くても、空気中の水分の絶対量定値に比べ少ない。低緯度の鉱山では、日中の高温により乾燥しがちになり、おおむね乾燥限界高度は低い。高緯度の鉱山では、低温になるほど水の飽和水蒸気圧が下がるので、少ない水分でも湿度が高い。また凝結して霧や高雨となり、 急瞬な地形の山岳では流下してしまい土壌への水分が確保されにいい。岩石土壌では一層厳しくなる。高山気候は海抜の高い土地にしか現れないため、当然ながら海半球では分布が見られない。海抜が2000メートル以上となる土地は地球上の全陸地の約3割に当たるが、そのさらに3割は南極大陸にあるため高地気候ではない。 位置する緯度の違いによって気候に違いが見られる。なお、日本にも富士山をはじめ標高2000メートル以上の高山は多数存在し、山頂付近などごく一部に高山気候の特色が現れる。しかし、気候区として区分できるほどには広範囲でなく、また小さなテリトリーでは緯度による気温帯以外の要因で森林限界を生じていることがあるため、通常はこれらの山々を 高山気候には分類しない。世界においても森林限界の要因が標高基準だけによっているとは限らず、また地域は山岳気候とも重なっていて基準は明確でない。現在の主な分布はおおむね新生代以降の作り山運動で生じた山脈中の鉱山地域に重なる。以下は代表的な分布地である。鉱山では侵食による地形が 気候に及ぼす影響が無視できないほど大きい。山体の被斜面で植生が発達していても影斜面や深い汗の底では全く異なっているということも少なくない。盆地地形では気温の年格差比格差とも大きくなり乾燥化がより進む。また、卓越風の影響が大きくなるため一般には風が強い。熱帯高山気候では 低地特有の高温多湿度は異なり、床春と呼ぶべき適度な高温と低湿度により比較的快適となる。例えばエクアドルの首都機とは赤道直下に位置するにもかかわらず、標高2800メートルを超える高地に位置しているため、月平均気温は1年中、摂氏13.5度前後で、ほとんど変化がない。一方、中、高緯度地域では、同緯度の低地が温帯。 赤間帯気候であり、低緯度地方とは異なり年格差が大きいために、寒帯に似た気候を示す。なお、いずれの場合も、気温の比較差は大きい。同緯度の低地に比べて涼しいため、低緯度地域では、古くより高山都市が発達し、マヤ文明、アステカ文明やインカ文明が栄えた。一方、中緯度以上の地域でもその数は多くはないもののやはり、高山市が存在する。 以下はこの気候区に属する都市のうち代表的なものである。なお、欠片の気候区分にはこの鉱山気候はなく、後にトレワーサラによる中性版で加えられたものである。オリジナルの欠片の気候区分ではラパスは CWC、キトメキシコシティアディスワベバラサは CWB、サンタフェは BSK にそれぞれ分類されている。 キリマンジャロ山など低緯度地域に位置する鉱山では、低地の熱帯雨林や砂花から標高が上がるにつれて、温帯の落葉紅葉樹林、亜寒帯の新葉樹林、寒帯のツンドラ、頂上近くの永久氷節地帯へと高度別に、段階的な植生の変化が見られる。一方中、高緯度地域でも紅葉樹林、新葉樹林から始まる、高度別の植生の変化は見られるが、森林限界、 植物限界ともにその標高は低緯度地域に比べて低くなる。なお、高山に見られるツンドラを、寒帯のツンドラと区別して、高山ツンドラという、乾燥帯においては標高に伴って気温が下がることによって乾燥限界が下がり、また、冬季の降雪によって降水量が増えることもある。そのため、同緯度の低地で砂漠であっても、高地では、 背丈の低い草が生育するステップになる。さらに標高が上がると乾燥限界がさらに下がり、乾燥地帯から湿潤地帯へと変化する。アメリカ合衆国アリゾナ州北部、フラックスタフ市付近にそびえる独立法、ハンフリーズピーク、標高3850メートルではその植生は、山陸の高地砂漠、実際は、ステップから山岳森林、鉱山ツンドラへと変化する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。